はい、どうも、ねんです。さあ、今日はですね、おでんのラジオ企画ということで、今回もポケモンカードについて喋っていきたいというふうに思います。今回はですね、ポケカの25周年の、記念についてお話しさせていただければというふうに思っております。今年はね、ポケモンカードがまあ皆さんご存知の通り25周年ということでお祭り騒ぎになっているわけであります。まさかね、この25周年の年にですよ、こんなに転売屋が湧くっていうのは誰も想像していなかったと思うんですけれども、まあね、昨年ですね、遊戯王カードのバブルが弾けた2020年の中頃から末ぐらいかな、遊戯王カードのバブルが弾けたっていうのもあったので、まあそういったのところでね、ポケモンカードに流れてきたんじゃないのかな、なんていうふうに、ちょっと思っていたりはします。25周年といえばですね、25周年記念のパックであったりとか、フュージョンアーツであったりとか、いろいろなものが今後発売を控えております。まあね、25周年の商品がどんなもんなのかっていうことに関しては、まあ他の YouTuber さんであったりとか、他の方々っていうのがご紹介していると思いますので、まあ僕の方ではですね、そちらを省かせていただきたいというふうに思っております。僕がね、今回真っ先にお伝えしたいことっていうところなんですけれども、まあ、25周年、10月にね、記念のパックが発売されたり、プロモが発売されたり、いろんな商品が発売されると思いますが、これについてはですね、買えないかもっていうので、結構焦っている方々多いと思います。まあ、僕も、その一人ではあります。ですがね、僕最近あった出来事で、そこまで心配しなくていいんじゃないのかなっていうふうに思ってきたりしました。なのでね、そのことについてお話しさせていただければというふうに思っております。まあね、僕の意見をね、鵜呑みにするっていうのは良くないと思いますし、僕はね、別に預言者でも何でもないので、まあ言ってることをですね、盲信することは避けていただければというふうに思っているんですけれども、僕はね、こんなふうに考えております。まあ、というものですね。先日ですね、まずこのソニアのね、プレイマットのセットが発売されたわけですよね。で、これについてはですね、かなり人気が予想されていて、まあ、各店舗さんにおいてはですね、完全に抽選方式。ということで、朝から並んで、まあ、なんかね、リストバンドみたいなのをつけて、皆さん並んでいたりして、まあ、僕のね、フォロワーさんであったり、視聴者さんっていうのも、抽選に行かれた方がいらっしゃったかなというふうに思います。まあ、僕は仕事だったんですけどね。まあ、ということでですね、ポケモンセンターオンラインにですね、もう照準を絞って、まあ、10時開店を狙ったわけなんですけれども、ちょうどですね、10時4分頃にログインしたんですよね。まあ、それもね、ちょっと仕事の電話をしてまして、どうしてもね、10時すぐにはログインできなかったので、10時4分にログインをして、そこからね、購入して無事、買うことができました。まあ、それでね、今回届いたわけなんですけれども、まあ、今回はね、パックではなかったっていうのも大きかったかなっていうふうには思っていたりはするんですけれども、まあ、昨今のね、ポケカ事情を考えるとですね、人気どころの商品っていうのが、まあ、発売時間をね、過ぎてもある程度買えたっていうところはですね、まあ、株式会社ポケモンさん、まあ、カップポケさんがですね、頑張ったからだろうというふうに僕は、感じております。頑張ったっていう言い方がちょっと偉そうですけれども、まあ、さすがはね、大企業さんだなっていうふうには思っています。そしてね、一番びっくりしたのはやっぱこれですね。このね、プレイマットセット買った時にもですね、先日のまだこちらのプロモカードがまだついてきたんですよね。これすごくないですか？このプロモカードって1500円以上買うと、ついてくるっていうところだったんですけれども、先日ね、発売日ですよ。これの配布日はですね、ポケモンセンターオンラインのサーバーは潰れるわ。ポケモンセンターに長蛇の列はできるわ。でね、かつですね、なんか警察沙汰になった事件とかもあったりとかして、本当に物議を醸した商品だったんですけれども、こちらね、発売日はですね、発売日というか配布初日はですね、まあ、3000円ぐらいでですね、カードショップに並んでいました。僕もね、この日ちょうどカードショップいろいろ回っていて、なんかいきなり並んでいることをちょっとショックに感じてはいたんですけれども、まあですね、今回はですね、これがですね、まだ配布されているというふうになっているわけなんですよね。本当、これの配布日は本当いろんなことがありました。だからポケカンのね、やっている人たちの民度は低いんだとか、いろんなことを言われていたんですけれども、今回ここが配布された、まだ配布されているというところでですね、やっぱり、ポケモン、株式会社ポケモンさんっていうのは対策してきたんじゃないのかなって、僕は個人的に感じました。なのでね、僕はやっぱりポケモンが好きで、ポケモンカードが好きでやっているっていうフィルターはあるんですけれども、まあ、25周年はね、カプポケさんをですね、まあ、信じて待ってみようかなっていうふうにちょっと思っています。これね、あと数ヶ月後にですね、僕が笑っているか、25周年パック欲しいよ、買えないよーって言っているか、正直わからないんですけれども、でもね、まあ、人生においてですね、ちょっと、脱線しますけれども、人生において、時間って有限なんですよ。
時間ってもう決まってるんです。みんな等しく平等なんですよ、時間って。なのでね、その時間をどう過ごすかによって時間の価値って変わってくると思うんですよね。だから僕は個人的にこの25周年の商品っていうのを探し回って、張り付いて一生懸命予約しよう、あれだ、わーって言って、予約をするっていうところよりもね、むしろやっぱり皆さんとツイッターで絡んだりとか、こうやって動画を撮ったりとか、オリパを開けたりとかっていう風にして時間を使っていきたいなってやっぱり思いますし、逆にね、それで、いろんなところに並んでやっぱり買えなかったって言って時間無駄にしたなって思うぐらいだったら、株ポケさんとかね、まあこの日本を代表する大企業さんですよ。これにね、ベットをしてですね、他に有意義なことに時間を使って、これに対策をしてくれると信じてですね、僕はちょっと待ちたいなというふうに思ってます。これはね、一個人の意見ですし、僕がポケモンを好きだっていう理由があってのことだと思うんですけれども、僕個人としてはそんな風に考えております。まあ、ということですね、まあ、今回の動画はですね、そんなに長くなくて以上になるんですけれども、しかもね、僕の考えをひたすら話すだけの動画になりましたが、まあ、皆さんのね、判断基準の一つになればいいかなという風に、思っておりました。なのでね、皆さんどういう風に考えるか、そしてね、予約戦争もう疲れたよと。フュージョンアーツも、25周年パックも手に入らないし、もう転売ヤーにどうせ枯らされるし、もう疲れたよっていう人たちはですね、一旦距離を置いて、大丈夫、信じようっていう風に切り替えて、改めてポケモンカードを好きになるっていうことも、一個ありなんじゃないのかなっていう風には僕は個人的に思いました。なのでね、こんな意見もありますよっていうところで、まあ、賛同していただける方はぜひね、コメント欄だったりとかいろんなところで教えていただければと思います。僕のね、ラジオ動画こんな感じでいつも話しておりますので、よろしければね、こんな内容について話してほしいよみたいなことがあれば、ぜひコメント欄やね、Twitter の DM 等で教えてください。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。さあ、僕は空いた時間で YouTube 見ながら Twitter をやってきます。ということで、バイバイ。